はい、皆さんこんばんは、第12回目が始まりましたランニングショット、今夜も素敵なゲストともにですね楽しいトークをお届けしたいと思います。早速ですけども、素敵なゲストをお呼びしたいと思います。大和郡山喫茶店の井川恵さん、奈良の女性陶芸家酒井ひとみさんです。どうぞよろしく。こんばんは。もうマイクを近づけてね、はい、ヒヤヒヤしてるマジでマジでヒヤヒヤしてる焦りまくって今日どうなのかなと思って、せっかく来てもうたのにな、収録なしかなと思ってまあまああのね、滞りなく今日も始まりましたけども、まあ、めぐみちゃんとはねなんやかんやで会ってるイメージが、そうですね、ね、はい、ありますけども、まあ、酒井さんとはねほぼこうやって直で お話しするのは初めてに近いですよね。そうですね、ほぼ初めてですね。ね、実は実はなんですよ。うん、で山の上マーケットを言うて京都のどこあれ山城かな、山城村、うん、で、その時に梅崎さんのブースで初対面でしたよね。そうですね。ね。そうです。うん。まあまあ、それ以来ですよね。そうですね。ね。なんかフェイスブックであれなんで、合ってるような気が勝手にするんですけど。そうやね。なんか合ってるような気はしますよね。そうなんですよ。あの、だからもうちょっと近づけて、喋っていただくと、はい、声拾うと思いますんで。はい。はい、まあまあ、こんな我々ですけども、まあ今日はどんな展開に、なるか分かりませんけどね、まあ、前回ちょっと遊びすぎましたんで、見ましたよ前回ちらっと拝見させていただきました。もう自分で見てめっちゃ面白かった、うん、見といてめぐみちゃん、うん、まあ、ほんなら早速やけど先にめぐみちゃんのお話聞いていきましょうかね。はい、まあ奈良を代表する素晴らしい兄弟なんですけどもね、いやいやほんまそんなことある、そんなことあるんですよ。僕はあのめっちゃ大好きなんですよ、ここの兄弟。あ、兄弟ですけど、兄弟でっていうか家族が好き、家族が好き、うん、大好きですね。もう僕大好きなんで本当に、あら切れた、なんか切れたなんで真っ黒になったけど、あれ、あー、ついたついたついた今日なんか、あ、なんか不安定やねえな、またまた真っ黒になったまた真っ黒になった、接触が悪いみたいな、うん、見えんこれ僕ら映ってるんやね繋がってないんですよ、うん、映ってないですね。ああ、映った映った映った、はい、うん、大丈夫です、 OK です、 OK です、はい。で、どこまで来ました？大好きな兄弟だってことでねまあお兄さんの、お兄さんはあの井川健一君ですけどもね、どのやねんって話だけどまあお兄さんのお話はね、後ほどお聞きすることにして、まあめぐみちゃんもまあいろいろ、いろんなことしてますよね。そうですね、うん、うん、してるよね、うん、筒井駅、大和郡山の筒井駅前に喫茶店ってい う、最初カフェやったのあれ。そうです、最初はカフェでオープンしました。お、もうちょっとこう、あれ、めぐみちゃんの声は拾ってますか。ちょっと小さいですね、うん、ちょっと待ってくださいね、めぐみさん今日大活躍ですから今日めっちゃ動いてますからねいけます。あ、そうなんですか。何が悪いんでしょうか。今日はもうめぐみさんもパッタバタしてますよ、うん、いけてます。めぐみちゃん声大丈夫ですか。拾ってますか、めぐみちゃんの声は。あれ、あら、めぐみちゃん声出してあげて。犬井さん、あ、犬井さん戦争終わったぞ聞こえてます、うんうん、大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですか、大丈夫ですか。で、まあ、あと喫茶店さん、はい、今も、うん、今お茶を主にする、ね、そうです、お茶を中心に、大和茶を中心に販売してますね、はい。で、あとめぐみのニコニコ農園やったり、はい、あと学童保育所の指導員も
してたりね、ね、いろいろやってはるんやけど、どっから聞いていたらいいのかいね。好きなとこから聞いてください。ほんだらこれらの、まあ、その今言うた仕事をするきっかけは何だったの、こう一つ一つ聞かせてほしいんだけど。一つ一つ、うん、じゃあそしたらまずキッチャテンから、キッチャテンさんから行こうか。はい、まあ、住んでたのが筒井っていう地元っていうのもあったんですけれども、うんうん、私保育園で4年間仕事をしていたんですけども、うんうん、まあ、その時にまあその子供とかその保護者の方を見てて、はい、まあ、ちょっとそのもう社会 の、 その忙しく世話しいのとかがすごく目に、子供たちを見てて保護者を見てて、そういうのがまあ見えたっていうか、まあそういうのもあって、まあちょっとゆったりできるホッとできる場をまあこの地域でも作れたらなっていうので、まあ兄も同じような思いでいたので、まあその実家の近くっていうか隣ですよね、にまあ喫茶店をオープンしたっていう形なんですけども、喫茶店はそんな感じで、あ、そう、もしあれば喫茶店のサイト見ますかね。あまり更新がされていないですが大丈夫です。はい、映りましたでしょうか。うん、見えてます、ね、あら、見えてない。あれ、犬さん、これまた犬さん走ってもらわなかった。パソコンの画面が真っ暗けんなんですけど。ほんだらまあ続けてめぐみちゃんつながるまで話してもらって、はい、次が、うん、ニコニコ農園。ニコニコ農園は、うん、ですね、私が、まあ、兄も農業して、まあ、もう11、2年になるんですけども、うんうん、まあ、私も保育園働いてて、まあ、ちょっと辞めてから、まあ、兄の農業の方を手伝ったりしてたんですけども、はい、まあ、そこで、まあ、兄もあの奈良の山の方ですね、茶畑を、まあ、代々受け継がれてきた茶畑を、まあ、引き継いで農業をしてたんですけども、はい、うんうん、私もそれ手伝う中でやっぱりその荒れていく茶畑とか、はい、作り手がいなくなるとか、うんうん、まあ、機械ですとかそういった思いですよね、うんうん、まあ、そういうのを、まあ、兄が新規収納する新しく 農家として入ることで、まあ、引き継いでやっていくっていう姿を見てて、うん、まあ、私も地元の大和郡山で、うん、そういった地を、まあ、引き継いで、まあ、子供たちに残していけたらなという。なるほどね、まあ、はい、だからあとは学童保育所の指導員、指導員はもう子供たちと常に関わっていたいっていうのがあったので、うん、まあ、今は週1回ですけども、うん、学童保育の仕事も続けてやらせてもらって。そうなの、うん、あのめぐみちゃんめっちゃめちゃ優しいんですよ。めっちゃめちゃ優しいんですよ。でも預けたいなって思うぐらい今、うん、でもう僕らの周りでもめぐみちゃん知ってる人はもうめぐみちゃんってほんまええ子やなってね、いやいや、みんな言うのよね。いやいや、ほんま優しい子なんでね、僕で、あのケンイチ君もそうなんですよ、同じような優しい子でね、ほんまにもうだからもう兄弟でも大好きなんですよ。もしかしてケンケンって、ケンケンは魚屋ややこしいねあいつはもう全然、まあ、優しいけどね、うん、そうそう、だからほんまにね、いい兄弟でね、なんか見ててほっこりするんですわ。うん、泉さん今日大暴れの日ですねそう、あれ繋がった、なんか今宇宙のね、あ、これあの、なんか、あ、なんか出てきた、まあまあいいでしょう。ほんまはね、ここでちょっとめぐみちゃんのをサイトを見ていただきたかったんだけどね。うん、ネットで見てください。あ、いったいった、いった、ちょっと見ましょうか。現地自然農園の兄の茶畑の、そうそうそう、ああやっと出た、うん、なんでグラス出てる感想これ今パンサラさんですね。あ、これは今ケンちゃんです。大丈夫です、はい、さっきの大丈夫ですよ、うんうんうん、あれめぐみちゃんこんなあれあったの、それ新しく作られた現地天皇のホームページです。そやんな、これ見たことないわ、うん、はい、ここでできたお茶を喫茶店で販売します。うんうんうん、美味しいもんね、はい、俺ね、あの去年チンユイ育て草でお茶出してくれてたじゃない、はい、ほんでみんなに言って最後分けてくれたじゃない、うん、めっちゃめちゃうまかった、ああめっちゃめちゃうまかった、ほんまに、うん、あれもう
いっぺん今度ね、あの賃類の時に、ぜひぜひ、うん、絶対飲んでください。あんな美味しいお茶なかなかないわ。うん、もうなんかね、めぐみちゃんとかけんいちくんの思いが全部詰まってるね。うん、優しい味。なんか今も想像がすごい膨らんで。そうでしょ。そう、あれめぐみちゃんと俺知り合いになったきっかけって何やったかな、あれ。何やったやろ、俺それが思い出せへんね。あれか、あれ郡山フェアか。あ、そうですそうです。イオンで、なイオンで、そう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 です、イオンでね、年1回ね郡山フェアいうのやるんですよ。うん、でそこで呼ばれるね、郡山の、そうです、名店ちょっとあれやけど、うん、迷う名店のほか。みんな言ったら怒られるな。うん、で出るんですよ、何人か。その中でうちも出てて、うん、めぐみちゃんとかも出てて、そこで、そうです。ね、はい、お声かけさせてもらって、はい、うん、最初、お母さんしか行ってなかった。そうそう、うん、でお母さん、はぁみたいな顔してたけど、誰やこのおっさんみたいな顔してたけど。そっからやんな。そうです。なあ。そっか。で、まあ、このいろいろ、めぐみちゃんやってるわけだけども、はい、まあ、どういう思いっていうか、持ってやってるの、うん、そうですね、うん。まあ、主にやってることは、農食、子供っていう、うんうんうん、まあ、3点なので、うんうん、まあ、その、まあ、まあ、昔からこう、まあ、代々やっぱり食べることっていうのと、はい、うん、作る農地っていうのが関係してきたことで、うんうん、まあ、やっぱりその場所であったりその食を手間かけて作るっていうことはやっぱり、うんうん、まあ、便利な世の中になっているけども、はい、まあ、そういったことはやっぱりちょっとでも経験、子どもの頃に経験して育っていくっていうことはやっぱり将来ね、物を大切にすることとかやっぱり食べ物に対する思いとかもやっぱり、うんうんうん、育つのかなということでやっぱりそういったものを残して伝えていきたいっていう、ね、まあ今もそうかもしれんけど、うん、ね、最初は健一君にしてもさ、つげ、うん、やったっけな、はい、行って開拓して、はい、でめぐみちゃんかって筒井のとこ近くで開拓していって、はい、うん、今もかもしれんけど最初もだけどいろいろ苦労あったでしょ。そうですね、やっぱりその地域の方とのコミュニケーションもしかり、はい、ね、はい、農地開拓していくのもしかり、ね、ね、なんかあった、いろいろ。そうですね、まあ、まあ、兄の方は兄の方で、まあ、結構な山なんで、まあ、ね、大変やったっていうのもあるし、私はまあまあ下の方で、平地で動物の被害とかは少ないんですけども、やっぱりその、できるだけ機械を入れないで、農薬、化学肥料を使わないでっていうところで、やっぱり手をかかるところはたくさんあるので、まあ、夏はかなり体力勝負で、そうやな、はい、暑いしな。ちょっと待って、今日なんか来らない？今じゃなくて、ライティングも言われてみればねえ、今日俺画面見て暗いなと思ってもうね、それとこれちゃうかったんですよ、視聴者の皆さん。うん、今日ね、あ、明るなった、うん、あ、そうなんですか。そうですか。何なんでしょうね、今日はね。何かの日ですね、今日。呪われてるんでしょうね、今日。もう大丈夫ですかね、皆さん。聞こえますかね。もし聞こえづらかったら、メールください。うん、乾さん全部見てくれます、ね。僕はよう見ませんので。いけてます？今日犬さんめっちゃ動いてるよ。なんかね、僕ね、ランニングショット始まって以来ですよ、こんなあれあれバタバタするの。あらあら、なんでやろうな、なんなんでしょうね。まあ、とりあえずだけど続けんのはあかんしね。ね、はい。そうですか、まあ、で、俺、苦労の話だったっけ、はい、あ、ね。で、まあ、いろいろほら、その他にも、例えば味噌作りとか、はい、子供たちといろんなイベント的なものもやってるじゃないですか。はい。はい、ね。ね、はい、どうですか、
そうですね、うん、やっぱり一から作るところ、うん、やっぱり子供らも経験することで、うんうん、やっぱりあの発見というか新しい感覚なんですよね。特に収穫の時なんかもう目がキラキラしていますので、うん、はいはい、なかなかねこの頃子供も土に触れへんからね、うん、そうですね、ねえ、うんうん、ええことしてるなと思って俺いつも見ててねそうですか。まあ、であとまあ喫茶店のっていうのまあ販売を今主にしてるんやけど、はい、まあ、販売内容っていうのはお茶が主なのかな、はい、そうですね、もうお茶が中心で大和茶、うん、煎茶から始まって、うん、まあ、煎茶と同じ茶の木の葉っぱを発酵させて和紅茶にしたり、うん、ウーロン茶にしたりとかですとか、うん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 、あとは、みかんとか柚子とか生姜とブレンドしたもの、はい、各地域の特産物とこうコラボしていたりという商品も出てきています。あ、そうですか、はい、おすすめは本来ね、おすすめは一番おすすめは和紅茶です。これな、ね、出ます、出る出る出る、メニューに載ってないから、あれ載ってないあれこれ切っちゃっても変えたやろ、で切っちゃってこのままです、ほんまないですないなほんまやな出てこない、うん、出てけえへん、まあまあこのままでいきましょう。そうですね、和の紅茶っていうので、うんうん、砂糖入れなくても茶葉の甘い香りが、へえ、はい、ちょっと飲んでみたいですね、うん、今度まあね、賃油で販売もしてもらうと思うので、うん、ぜひね、うん、またノイズあります、あれなんでやろ、なんでやろね、今日ね、まあまあいいです。であと、野菜販売もしてますよね。そうです、あれはどういう、そうですね、週1回木曜日なんですけど、うん、喫茶店の店頭で、うん、大和郡山 4H クラブって言って、はいはい、私は新規収納なんですけども、うん、代々農家さんを継がれてきた、うん、あの子供さん世代の20代後半から40代ぐらいまでの農家さんが作られてる農産物を、まあ、集めてきて、まあ地域の人に、地元の人に食べてもらいたいという思いで、まあ、なるほどね、始めたんですけども、販売してます。そうですか、はい、もしもし言うてる入ってんじゃんねえ、今日大トラブルですね、いろいろ ね, ねえ、何ちゅう日やね、もう最終回からあと2回やってる、ね、あ、そうですねえ、うん、そうですか、まあ僕ね、本当にとにかくね、健一さんともどもね、本当に心優しくて、あのここの兄弟の大ファンで何回も言うんですけどねあのいつもね、いい育ち方してあるなっていうのを感心するんですよ、うん、なかなかあのいないですよ、こういういい育ち方してる兄弟っていうのはね。だから僕もね、大和郡山でね、何かあのことを起こしていくやったら井川兄弟だったらやれるな、やりたいなっていつも思っててね、ほんまにここの兄弟には僕絶対の信頼を置いてるねえ、なんかあったらねめいちゃん、めいちゃん、めぐみちゃんとか言ってねで、あのケンイチ君、お兄さんのケンイチ君もその奈良ではね、知らない人いないんじゃないかいうぐらいの有名やもんねなんで兄貴やからそう思うのね、めぐみちゃん、おいらから見たらおすごい立派やなと思うけどな、うん、まあ今日はケンイチ君いてないんですけども、はい、まあケンイチさんがね、営んでおられるそのケンイチ自然農園のお話もちょっと分かる範囲で聞かせてもらったらお願いしますわ。わかりました、うん、そうですね、兄が新規収納を始めて、まあ、10何年経つんですけども、はい、やっぱりその茶農家としてっていう取り組みの他にも、うん、やっぱり兄としてはやっぱりその、あの農業に福祉とかですね、うん、そういった職ですとか、新しく、まあ、収納してくる人たちを受け入れる体制であったりとか、はい、やっぱり村を活性化させていくとか、うんうん、もういろんな思いを含んで、うん、違う動きもいろいろやっているようです。あ、そうですか、はい、まあ本当つついからね、だから山でね、農園するきっかけっちゅうの僕知りたいよ、ほんまに、ね、うん、そうです、なんでまたしようと思ったのかなね、なんでまあね、どこでしようかって、うんうん、まあ、探してた時に、うん、まあ、たまたまいろいろ人の縁があって、うんうん、まあ、借りた畑が、うん、まあ茶畑だったっていうことなんですけども、うんうん、あ、そうか、そうか、まあ、まあ、山の方の生活に憧れたっていうのも多分あるんだ、やっぱりね、はい、そうか、まあ、こんなん言うとあれなんかな、例えば嵐の桜井翔くんが来たり、最近ではね、中田秀俊が来たりしてるもんね、はい、すごいでしょ、すごい、ね、会いたいで、その辺どうだったの彼らは、どうだったの、
そうですね、翔くんはどうだったの？翔くんは、本当にお兄ちゃんと同い年かな、多分同い年嵐結成して、うんうん、よく似た年数で、うんうん、まあ、同世代で、うん、そういった、まあ、思ってやってるっていうことにすごく共感して、うん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 、本当に真剣にお話聞いておられて、あ、そうですか、はい、茶畑でもいろんな体験をされて、ゼロみたいな感じで茶畑そうですか。ヒデはどうだったの？本当に無口っていうか、本当におとなしい方っていうイメージで、うんうんうん、なんか言うてたやんか、はい、おもてなしして、はい、で出した料理がなんか、ね、うん、お野菜はちょっと食べられない、食べられないだったんですよ、何しに来たんやん話さっき全般ダメってことですか？ほんで一生懸命ね料理作りやったのに中田博寿が野菜がダメや言うてまた作り直してんの？いや、茶がゆかな、茶がゆしたの。ああ、なるほど。茶がゆを食べてくれはって、まさかの、まさかのね、どんかやから野菜で思ってないしゃなくて来たら分かったやろって感じだよな最初にね、言うといてくれはいやいや、あいつが悪いんだよそうですか。まあ、はい、でもめぐみちゃん自身はね、だから今後どういう方向へ、向かっていこうとしてるのかな。そうですね、うん、難しいんですけど、まあ、もうまあまだ進みながらいろいろ迷う日々なんですけども、うんうん、やっぱりまあその自分は生まれも育ちも山と郡山で、山と郡山はやっぱりその人たちが、まあうん、まあ、健康で元気で生活できるような食のベースですとか、うん、やっぱり子供たちや地元の人はいろんなね、今 PPP でいろんな国のものを作ったり、繁殖の安全というところであれなんですけども、うん、やっぱり顔見知りの人が作っているものを食べれるっていうシステムっていうのはとても大事だと思うので、うんうん、まあそういったことを、まあ、子供たちの農業体験を通じたりしながら、うんうん、まあ少しずつ進めていけたら。そうですか、えらいですしょ、はい、なかなかこんな年でそんな思わんでねほんまに、まあ、だけど本当に、ね、郡山のためにも、はい、子供たちのためにもね、はい、まあ、一緒に頑張れたらと思いますんで、よろしくお願いしますね。はい、さてさて、続いて、女性陶芸家の酒井ひとみさんですけどもね、よろしくお願いします。まあ、陶芸に携わったきっかけっていうのは何か、それがなんかこう、家が別に陶芸やってるとか何もなくて、うんうん、もうどっちかというと親からしたら本当に急にこの子何やってんのぐらいの感じなんですが、うんうん、まあ、昔からなんか物を作るのとか書くのが好きで、ええ、そのままとりあえず大学を美大に行って、美大に行ったよね、はい、そうなんです、うんうん、金沢に行ってたんですけど。そうなんですか。4年間一人暮らしして、うんうんうん、でそこでこう工芸を、まあ、工芸科に入って、うん、でいろいろこう工芸を体験させてもらって1年間、うんうん、でその中でなんかなんとなくこう土があったの で、 でそのまま陶芸になんか流れ込んでみたいな、はいはいはい、今に至るって感じなんですが。そうですか。何ですか、ユーストリームを再度立ち上げるので一度休憩を入れてもらえますか。なんか一度一度休憩らしいんで一旦、はい、どうしたらいいんですかこれ。はい、ほらもう一旦ここで、一旦 CM でーすちょっと待ってくださいね皆さん、また再開しますんで、はい、うん、ちょっと止めますんで、あと数分後またお会いしましょう。ちょっと待って、こんな初めてですチャンネルはそのままで